李翔範、李翔藩、李藩ジョンボム、1970年8月15日台は、大韓民国の全羅南道高州広域市出身の、元プロ野球選手、外野手、内野手、野球指導者、解説者、右投げ右打ち、日本プロ野球での登録名の読みは、李ジョンボム、漢字は同じ。建国大学校野球部在籍中の1992年に、 アマチュア野球の最優秀選手賞を受賞、ヘテタイガースに入団。1年目から、レギュラー選手として出場し、2は、首位打者と投塁王を獲得するなど、主力の一人として活躍。移籍金4億5000万円、年俸8000万円、推定で中日ドラゴンズへ移籍。当初は、リではなくロベルト・ペタ・ジーニの獲得が検討されていたが、投手力を中心とした。 守り勝つ野球を重視する党の監督、星野千一の意向により、結局中日はペタジーニではなくリを獲得する方針に切り替えたというエピソードがある。バットコントロールの良さや、投れよ三回の実績を表して、打席は違えど、韓国の一郎と呼ばれた。移籍一年目の開幕戦にはスタメンで出場を果たした。俊足高打の一番打者であったが、遊撃手の守備には、 問題が多くこの年67試合で12失策を数えた。しかし、守備範囲は広く、打球を諦めない姿勢は、星の好みであった。また、投類も、日本の投手の技術の高さ、クイック投法などを前に、ヘテ時代のようにはできなかった。6月23日に、阪神タイガースの川尻哲郎から右肘に支給を受け、骨折し長期離脱。 シーズン中に復帰するものの、死休への恐れからか以前のような思い切りの良さが消えてしまった。リハビリ中から守備の不安を解消するため、俊足を生かして外野手に転向。ノリーグ優勝にも主力選手として出場したが、外国人枠を使うことを考えると成績は芳しくなかった。同年の福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、最後の打者になった第五戦。 ロドニー・ペドラザから三振は開幕に軍スタートだったが、新外国人デーブ・ニルソンの不調で一軍に昇格。活躍したものの2は協力外野陣に割って入れず、選手起用を不満としてシーズン途中で退団。その後帰国し、ヘテタイガースを買収したキアタイガースに復帰した。ポジションはヘテ時代の遊撃手ではなく、 日本での経験を生かしガイアへ転向し、主力として活躍した。2は7年ぶり4回目の盗塁用のタイトルを獲得。WBC 韓国代表に選出されて、首相を務め、大会での活躍が認められガイアのベストナインに選ばれた。しかし、シーズン中は考えられない大不振に陥ってしまい、二軍落ちも経験してしまう。結局この年は打率24、242。 本塁打1本、打点21と、打撃3部門だけでなく、盗塁、10、超打率、出塁率などが、入団以来最低の記録となった。は、シーズン当初は2番だったが、調子が上がらず、打率も1割台に低迷して9番に降格となった。5月17日の現代ユニコーンズ戦で実に1年ぶりの本塁打を放った。しかし調子は一向に上がらず、 このシーズンを84試合、打率、174、1本塁打、18打点、3盗塁と、前年の成績をさらに下回り、いよいよ引退かと囁かれた。キアは、リートノの契約を、前年から60%もの大幅ダウンとなる2億、オンで結んだ。同年5月の月間 MVP を獲得、計1試合に出場し、復活をアピールしたが、オフには引退し、 指導者への転身を球団から進められた。しかし本人は現役続行を希望し、も前年と現状維持の年俸2億ウォンで契約を結んだ。は123試合に出場し、12年ぶりの公式戦、韓国シリーズ優勝を飾ったチームの快進撃に貢献し、韓国プロ野球史上2人目の通算500盗塁を達成した。キアが優勝を決めた。 韓国シリーズ第7戦では、試合後に、選手たちから胴上げされた。日韓通算2000本安打を達成した。からは、韓国プロ野球界最年長選手となった。は、海外春季キャンプも、順調に消化し、市販競技、日本でいうところのオープン戦に、相当にも出場していたが、先導列監督など首脳陣は、開幕1軍から外れ、2軍で、 プレイングコーチに就任することを提案した。しかし、これを拒否し、公式戦開幕の1週間前の3月31日、突如現役引退を発表した。キア入団後引退までつけていた背番号7は、先同列に次いで、球団史上2人目となる永久欠番となった。4月5日、キアからの指導者研修の提案を断り、引退後は当面の間解説者など目立った。 活動をしことを公式記者会見の場で明らかにした。2012年5月26日、キアの本拠地、コーシウム等総合競技場や球場で引退セレモニーが行われた。すでに引退の手続きを取っていた試し合には出場しなかったが、この日すべてのキアの選手が、背番号7の李想藩の名前が書かれたユニフォームを着用した。2012年10月10日、 ケテ時代の監督だったが、新監督に就任したこともあり、ハンファイーグルスの総類コーチに就任し、指導者に転身。10月、金王流監督の退任により、ハンファを退団。より韓国のスポーツ専門チャンネルで、野球解説者として活動する。の、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップ。2018年、アジア競技大会の野球韓国代表の、 ガイア剣創類コーチを務める。10月より、LG ツインズのコーチに就任。ヘテ時代の先輩である、センドーレツを慕って中日ドラゴンズウェイ遺跡。同時期に在籍した、韓国人サワン、サムソン・リーと共に、韓国三重師とも呼ばれた。センドーレツもそうであったように、将来は日本で指導者の勉強がしたいとも語っている。李承藩と名前をご記されることが多いが、 正しくは、近辺に、10の、理償藩である。通常 NHK では、朝鮮名に対し漢字表記はしないため、NHK では、D とカタカナ表記だったのに対して、民放各局では、リと漢字表記だった。息子のイ、イジョンフは、中日在籍時の1998年8月20日に、名古屋市内で誕生し、野球部で、内野手として活躍後、 2016年7月、韓国プロ野球新人ドラフト一時指名でネクセン、ヒーローズから指名受け、2017年からネクセンに所属し、同年高卒新人ながら、レギュラーシーズン全144試合に外野手として出場、最優秀新人を受賞した。2018年、アジア競技大会野球韓国代表のコーチを務めた際は、 理性圧も韓国代表に選ばれた。韓国代表はこの大会で優勝したため、自身の2002年アジア競技大会に続いて、親子での金メダル受賞とった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。